おはようございます。ここの現場もいよいよ佳境です。ここはまず裏側が防草シートと砂利ですね。フェンスはマイエリアがついています。カーポートはスカイリード、張り飛ばしで特注加工してますね。で、土間が売ってあって、こちらが見切りレンガをやってます。で、今日観光予定なんですけど、今日はここお施主さんのお子さんが野球をやるということで、ここにピッチャーマウンドを作ります。はい、今日なんですけどピッチャーマウンドを作るということでユニフォームで来ました。うちのいいとこは、まあ、作業着が自由っていうことですね。なんで、まあ、格好からやる気は格好から入るタイプなんで、うちは今日はユニフォームで作業していきたいと思います。それで達樹くんね、ドラゴンズ好きなんでね、ネオのユニフォームも用意しました。今日はこれ着てもらって一緒に作業したいと思うんですけど、ただ一個懸念があるのが、あの人ってちょっと作業着にこだわりがあるというか、作業着の癖が強いというか、例えばこちら、次にこちら、次はこちら、ちょっと思い切った作業着も持っとるもんで、なんかブレるなと思いつつ、ちなみになんですけど、僕と達樹くん、地元の先輩後輩なんですね。で、僕が1年生の時に、達樹くんが3年生で、二人とも野球部なんですね。一応野球部の先輩後輩でもあるんで、ユニフォームを持って、もしかしたら持ってくるかな。気が使えるタイプやったら着てくるかなとも思うんですけど、もし持ってこなかった場合、渡していこうかと思います。おはようございます。おはようございます。今日ピッチャーマウンド、今日ピッチャーマウンド作るんで、あ、結構普通の作業着で来たんですね。いや、そりゃそうやん。今日はこれで作業ね。これで作業しよう。絶対嫌、絶対嫌、絶対嫌、絶対嫌。翔くんは何これ、ごめんなさい、下がなかったんで上だけ。何これ、絶対嫌、はい、絶対嫌。絶対嫌。お前だけそれでやれよ。なんで練習着ね。初めは防草シートのジョイントの部分にちょっとずつ山砂を分けて、めくれないように、防草シートがめくれないようにですね、してから奥から決めていきます。防草シートも風が強い日なんかは細かく細かく敷いていくのがいいと思います。防草シートのかぶりはだいたい10センチ、10センチは確保したいですね。はい、今回、今ここは基本的にはマウンドの場所じゃないんで、マウンドの間のところなんで、お客様が普段ね生活する場所なんですよね。なんでちょっと粗めのベトつかない山砂を敷きます。ですけどこの土でねマウンドを作ろうと思うと多分引っかかっちゃうんで、マウンドのとこだけ細かい山砂を敷こうかなと思ってます。この山砂は採石場に取りに行って、
ダンプから下ろして敷いて転圧までして、まあ大体4万円から6万円ぐらいかな、1社3トンダンプ1社ね。でまあ業者によってはよってね変わるとは思うんですけど、まあうちの単価的にはそんなもんです。でまあ今回ちょっと分厚めに引いてます。10センチぐらい山綱引いてるんですけど、それでだいたい 7.5 メートルの 2.8 メートル、ここの幅が 2.8 メーターで、そうそう、厚みが10センチ、厚みが10センチで1社で、で、あそこの終わりまでここまで引けました。だいたい 7.5 メートル引けました。計算するとだいたい21平米かな、はい、21平米。だいたい3トンダンプで2リューベって言って、2リューベ持ってこれるんで、単純に10センチの厚み引いて、まあ20平米ぐらい敷ける計算になります。はい、厚みは山綱引くとき普段から10センチ引くんですか？いや、本当はね 5センチなんやけど、はい、まあ、今回はちょっとね分厚めに敷こうかなと。まあ理由はお子さんが怪我しんようにかな。まあ、普通に歩くだけのとこじゃないピッチャーマウンドなんでね。そうそう、ピッチャーマウンドで踏ん張るし、そうそう、ヘッドスライディングするしね、スライディングの練習できるしね。だからちょっと分厚めに引いてます。はいはい。ちなみに、うん、あそこの防走シートがまだ敷けてないのは、今日ちょうど持ってきたんですね。ちょうど持ってきて、ね、ダンプの下に汚れないようにちょっと養生してあるんで、あそこの部分はあそこに持ってから、はい、なんで奥から敷こうと思ったんですけど、ちょうど過ぎて足りなかったんで手前から敷いてってます。ネオくんがやります。ネオくん、次は目が細かい山綱を敷いていきます。目が細かいと固まりやすいので、固まりやすいね。ピッチャーマウンドの辺には細めの山綱を敷いていきます。これを全体に敷いちゃうとベタベタになるよ、ぐちゅぐちゅになるってことですよね。そうそうそう、お客さんに見てもらおうぜ。ちょっとマスクして、マスク、はい、マスク。すごいです。ありがとうございます。え、お客さんもだいぶすごいですよ。お客さんたちもだいぶすごいですよ。すごい、あそこ立ってみや。あ、すごいな。あんだよ、あんだよ、ここ。